お疲れ様です。はい、お久しぶり。いつもご視聴ありがとうございます。これ俺がやらなあかんのか。もうめちゃめちゃ助かります。久しぶりに来たと思ったら、はい、カメラマンが変わってるな。また初めまして、カメラマンの、あ、僕名前なんだろう。名前なんだ。とりあえずカメラマンでお願いします。カメラマンな。はい、今日僕初めて一人で来たんですけど。はい、はい、それ前のカメラマンもそうだな。初めての時俺んとこ来るんだよ。新人カメラマンの登竜門なんで、寺木さんも、うん、あ、そうそうか。今日社長いないんで、もう身が軽いです。身が軽い。社長がおらんと、はい、俺も社長がおらんとテンションは高いけど、おると低いでね。こっちこっち事故ってそれ言って大丈夫なんですか。それ言って大丈夫なんですか。まずい。あいつまた余分なこと言いやがったなって、ね、ということになる。さあ今日はどうしよう。ちょっと寺木さんの方でいろいろ。なんだ、何しに来たんだろうな。さあじゃあ、はい、まあこの間のあいつの続きあったよな。ハイエース、そういえばどうなったんですか。あれ、あいつがやってたもんね。内装をごっそり全てフルに変えるつで、はい、タイミングいいやつがあったんだけどさ、はい、取られちゃった。その買おうとしてた。そう、まずこのサイドパネル。あー、パネル。おう、これペンキマルケじゃん、これ、はい、これ、おう、これすごいペンキマルケじゃん。あー、これ前塗装班だぞ。どうしてくれんだ、これ。あの全然使ってない状態のいいやつがあったんだわ、はい、それはどこで、どこにあったの。いや、ここにあったなんて。あー、オークションで。オークションで、うわ、これいいな、この人たち。それを買おうと思ってた。買おうと思ったら取られとった。あー、やっぱ終了間近にみんな貼ってたんですかね。いや、月末が近づいたもんで、はい、俺もそのタイミングで入れようとしたらみんな同じだった。おー、だ、振り込みが近いもんで、はい、そろそろ俺も買おうかなと思ったら、はい、もうめちゃくちゃ食いてとった入札が。じゃあまたまた出るまで待つ。うわ、まだこれだいぶじゃあ先になりそうですね。 だけどこれ、はい、これ、これ、あ、下、これはもう買ったでな。あ、もう手に入れたで。床だけは先張り替える。床終わったら、床終わったら、まあ、あとパネル全部だね。上とかも、上とかも。うわ、ヤニがすごいやろ。こっちはあんまりヤニないけど、前とかヤニがすごいんだ。ヤニ落とすやつあるんだ、100均で、はい、激落ちくんみたいな顔したやつが ありますね。あれ炭酸泉水かな、それで落ちる。ヤニだけだったら100均で落とせるがや、はい、それがなんかお得でいいみたいな感じ。そうそう、 100均だもんね。あ、100均で落とせるもんね。フロントも変えたんだよ。あれ、こういう風でしたっけ。いや違う、そういう感じだ。めちゃめちゃでもかっこいいですね。いいだろう、はい、渋いですね。渋いだろう、かっこいい。鍵も潰したでよ。前普通のキーでしたもんね。そう、キーだったもんな、はい、ボタンに変えたんだけど、はい、ボタンに変えたんだけどさ、こうやって乗ってエンジンかけると、はい、これだけで俺寿命が縮まるんだって。寿命が縮まる。寿命が縮まるんだって。この動作が、この動作が上がる動作、ほんでエンジンがこう、ブレーキ踏んで、この動作で寿命が俺縮まるもんね、はい、あ、縮まっちゃうんですね。縮まるんだって。縮まるんだって、はい、だからほんでめんどくせえもんで、はい、で、まあ、これでもいいんだよ、これでも、はい、これでもいいんだけど、それは寿命はこれでもで、はい、この動作がめんどくせえもんで、はい、これはめんどくせえもんで、はい、もうあったらもうボタンだけでつくように設置したんだわ。すげえ。俺でも半日かかったんだよな。もう休み半日かかったで、これ半日で。でもつけれるんですね。ドラ配線多かったよ。これつけれるかなと思って、うわ、説明書見て、はい、あとはボーンってなったって。うわ、でもなんかかっこいいな。全部これ綺麗になったのをバーって見たい。そうだろう、はい、高いんだこれ。あ、シートシートが高いんだわ。まだ何ヶ月かかかりそうですね。ん、何ヶ月かかりそうですね。年内にいけんと思う、はい、全部は途中経過ですね。中継か、中継か。あ、あいつにはこの間行ってないんだけど、はい、顔面変えるって言ったもんね。顔面、あー、顔面。え、どこを変えるんですか。ん、この辺ごっそり。へえー、なんかいかついやつに。あ、そうでももうだいぶシュッとしてますけどね、うん、この間と違うだろ。ライトのとことか、ライト違うんだ。あ、変えたんですね。ライトだけ変えとるんだ。いや、かっこいい。だけど、あの、はい、企画が違うもんね、これ。手入るの。ここ隙間がありますけど。あ、隙間ある。これ用の、あの、あれじゃねえもんね。これ一個新しいやつなんだわ。あ、そういうことですね。だって泡はね、はい、ここ隙間があるもんな。でもつくんですね。あ、つくのはつく。ヘッドで10万したで。10万、ヘッドね、ライトね。下向かえるともう10万だね。だったらこれ買い替えた方が早くねえっていう。はい。
風に多分結構な人思うと思う。だろう。一個次のやつに変えた方がいいんじゃねえのっていう。車がいくらでしたっけ。車は70。70でもうそっからライトとか全部こんな全部なむっとると、うん、結構いきますよ、ね、結構。でも買えんか。こっからこれの次まだ高いんだよね。そうなんです。これの次からが。でも触るのが楽しいっていうのもありますよね。そうそうそう。俺はね、はい、触るのが楽しいから、うん、キリがねえよ IS だけは。最近出てなかったじゃないですか。うん。その間なんかまあ出てなかった間になんかエピソードあればって感じ。 あるある。あ、本当ですか、うん、干されたんだ俺。本当ですか。干されたんだって。え、撮影干されたんだ。あ、撮影お干されたんだって。え、さんにですか。干されたんだって。むちゃくちゃですね。ヤギさんとっても面白くないもんって言って。じゃあ俺も出れねえってことか。もう打ち止めですって。打ち止め打ち止めもということで出れなかったっていう。一月ぐらい以上出とらんかったね。一時バーって連続で出て。ああ余計なこと。しばらく1ヶ月後って言ったのに1週間ぐらいに来やがったよ。そうですね。やっぱ現場近いと来ちゃいますね。でもここも近いでな。ここやばいですね。ここもっと近いだろう、はい、10分かからんだろう、はい、だから次も近いんだわ。本当ですか、うん、この辺だと。おお、次も近いんだ。だから来るだろう、また来ます、ね、だろう。そうですね。次は現場撮れるといいんですけどね。まあ現場はお客さん次第だしな。はい。じゃあけっていうか、これが俺こだわり見せちゃるけん。え、どこ出身ですか。俺、はい、俺広島だよ。じゃなくて旭川、北海道の。え、誰、雪の怖さ俺一番よく知っとるよ。北海道っすか、うん、の旭川です。めちゃめちゃ名古屋弁じゃないですか。名古屋に住んでるの。ああ、え、北海道はどれぐらいなんですか。北海道、はい。何、あ、でもあれ俺名古屋だよ。びっくりして今。俺撮らせると暴走するぞ。最近でもしてないですね。ん、最近の動画では。最近何もやってないんだ。はい、うん、現場ばっか来るでな。またちょっとじゃあオフの日にでも。オフの日。はい、寺木さんがどっか行くってなった時に密着させてもらって。密着。はい、密着。じゃあ今ね、そんなまだ計画いっぱいあるんだね。あ、本当ですか。もうヒゲともおさらばよ。ヒゲツラとも脱毛っすか。いや、ヒゲが似合う人だったらいいけどね。いや、似合ってますよ。一番似合わんってよね。本当ですか。みんなに言われる。ヒゲ似合わんてって。でも渋くなりそうですけどね、すごい。そうだろう、俺自分でも思うもんね。ヒゲこれ似合わねえなって。この面じゃダメだ。優しいですもんね。この面じゃもっとこわもての顔してはいい。あ、これ前のカメラマンにも言ったら、はい、行く日を教えてくれって。ほら、やっぱり絶対教えてください。行く日は。あなた内緒で行くらさ、そんな、そんな密着されたかなって思ったんだけど。だんだん会社に出てきた時、あれ、ヒゲなくなってきとるなと思ったら、もう行っとるってことだな。ツルツルなり始めてきたら、あ、もう行ってるって。あ、そうそう、なり始めてきたら、あ、行っとるなっていう。ちょっと寺木さん、チェックしとかないといけないですね、うん、いいこと聞いた、これは。だろう。はい、まあ、そんなとこですよ、今日は。はい、今日はこんな感じで、ちょっと初めての撮影なんで、お手柔らかに。はい、一言ちょろっと、なんだ、宣伝類を。宣伝も終わっただろ、あれ。まだあるんです。まだやっとるの、はい、あれ、はい。宣伝道場。はい。うんうん。はい。宣伝道場。まあ、気になる方は、そのまま、ポチでいいよ、ポチ。俺はポチしとらんけど。してください。俺はポチしとらんけど。求人道場でいいな。求人道場。喋っとるかこれ。入ってます。求人道場。あ、音入ってる。求人道場でもいいよ。じゃあ次は、まあ1ヶ月後だな。1ヶ月後。1ヶ月後ですか。1ヶ月後でもあいつ1ヶ月後って言ったら1週間で来たんだな、はい。関係なしに来ますから。関係なしに来る。もうここもすぐ終わるでな。また次。はい。1週間後ぐらいかな。にまた会おう。いい。